じゃあどうもありがとうございます。定例の会見を始めます。で、資料でお配りしましたように、本日10時の段階で、日本共産党、民進党、自由党、社民党4党で法務大臣金田さんの不信任決議案を提出しました。で、そこで、そこに2ページ目には左の方のページには理由も書いてますように、私たちとしては国会審議に対する、無責任な姿勢、さらに、法務行政、とりわけ法案内容について、一般人が対象となるかならないかなどとの一番大事な問題についてさえ、答弁できない問題、そして、この間の質疑を通じて内心の自由を犯し、監視社会につながりかねないと、こういう指摘が一つずつ明らかになってきたという中でですね、共謀罪法案はまさしく論理が破綻していると、こういう点からしても任にあたわないということで提出したところであります。私たちは成立に向けて全力を尽くしたいと考えています。私の方からは以上です。はい、NHK の声から、理由は配っていただいた資料にも書いてあるんですが、はい、改めて、国会の状況で、どの辺が問題だったかというのは、これ被害はないんだけど、要するにね、これみんなで作った文書やからね、法案の内容上の問題が一つ大きいと、この共謀罪の内容自身がね。で、これは何度も言ってるように内心の自由を犯すものだと。で、合わせてですね、そのことが証明っていいますか、非常に鮮やかな形で議論になったのが、何度も言うように例の花見と下見の違いという話ですよね。花見というのはビールと弁当と、それから下見は地図と双眼鏡と、こんなね、荒唐無稽な話が出てくるというのは、この法律の本質が本当にこうまともに説明できないからだということを話していましたが、内容的にもそういう問題があると。それから当然法務大臣たるものですね、やはり自らの法案、出している法案は自分が責任者なんですから、その中心的内容について答弁ができないという点では困るわけでね。で、それが何回も何回も相次ぐというやり方は、それは不適格だと。それから3つ目には、当然あの方がこの間も書きましたけれども、いわばメディアと国会に対して、法案が出てから審議すべきだとか、それまで控えるみたいな形でやったことも初めとしてですね、全くその意味で国会審議に対する無責任な態度と、この3つだということをここに書いてるんでね、大体そういう内容だと私は考えてますけど。はい、いいですか、続いてね。はい、委員長、今この不信任決議案の成立に向けて全力を尽くすというお話なんですが、一応与党が多数を占める本会議で、自民党側は否決する方針だということを言ってますけれども、この辺についてはどういうふうに考えられますか。私ね、確かに国会の数字から言えばそうと思うんですよ。だけどね、大きな変化が今起きてるんじゃないかと。この共謀罪の法案をですね、今の国会で、通す必要はないという方々が、世論調査によれば 64% を占めてますよね。で、しかも今まで賛成の方も含めて、この4月それから5月との世論調査で言いますと、大体どの新聞もこうおかしいと思っている方は 5% 近く増えているということに見られるように、やはり私たちの、党市民の運動の中で大きな変化が生まれつつあると思うんですね。ですから国会で確かにそういうものを指揮していて、答弁は不能だわ、
それから大臣としてもの分かってないわということの、まあ、体現として出ている不信任案をですね、国民的には当然というふうな形で迎えられるであろうということを引き続き強めていくということだと思っています。はい、国会の外の、はい、の外の話か、中も書いてありますけど、眞子さま婚約予定でした、に対する婚約予定でしたね。のコメントあればということです。それがあと、ご対の不足なりに、不足、対法案の不足、不足なりに与える影響があるとお考えになるか。眞子さまの婚約を正式にはもうしばらくするんでしょうけど、まあ、おめでとうございますと。言いたいと思います。それから不足の件でしたよね、はい、まあ、不足っていうよりもあれやろうとしてるのは付帯決議の方かと 思うんですけどまあいいんですけど、付帯決議については、まあ、別途それとは無関係に考えるべきじゃないでしょうかね。まだ中身は私ども見てませんから、提案されてから考えたいと思いますけど、まあ、女性宮家についてより現実的に目の前に、まあ、そういうのってのね、こういう時期にそういうことと絡めるっていうのは、まあ、すべきじゃないかと、すべきじゃないと私は考えます。極めてそういうやっぱシンプルな考え方で、そのおめでとうおめでとうと、だからこういう問題はやっぱ絡めないという方がいいんじゃないかと思いますけど。はい、読売新聞のことですけども、まあ、今とちょっと、まあ、ほとんど同じなんですけど、改めてなんですけど、まあ、女性宮家の議論を、まあ、加速させるかどうかっていう部分についての、その共産党の考えですか。私どもはね、この今回の問題、天皇退位等に関する、議長、衆参両院の正副議長による会合の中でもお話をしたわけですけれども、今問題の焦点となっているのは、この天皇の退位ということについて、まあ、議論すべきであるということを言ってきました。ですから、今私たち特にこの問題について、女性宮家の問題についてどういう議論すべきかという、別に提案を持っているわけじゃありません。ですから今、審議、これから19日でしたっけ、閣議決定されると。そういう中身に基づいてですね、私たちは審議をすべきだと思っていまして、特にそこが大事じゃないですかね、まず。で、その上で私たち言ってるのは、まあ、論議の場もいろいろありますけどね、そういう問題についても衆議院では議員運営委員会でということになったようですけども、そういう向きがあるようですけども、まあ、どの委員会の場にするにせよね、私たちは、まあ、国民の総意たるということをいろいろ言ってるわけですから、国民の総意っていう問題でも、公聴会やるとか、参考にやるとかいうことをしっかりやりながら、国会としてのまずこの問題について、決着をつけていくということが当面する課題ではないかと考えています。はい、人事のお二人、岡山県の加計学園に関する、はいはいはい、文書を内部文書の一部では報道されて、国会でも取り上げられてますけれども、うん、これについて共産党としてはどう取り組んでいくのか、まあ、いろんな角度があると思いますけれども、主要な点は、特区ということでやってですね、特別にこれ、まあ、作り上げたと。いうことあって、特にこれ見ましても分かりますように、取り沙汰されていたのは、まあ、官邸主導でやられてきたんじゃないかという疑惑が一番中心だったわけですよね。で、その点で言いますと、今日のニュース報道された新聞並びに、その後私たちも民進党からも、それから、まあ、いろんなところからその資料をいただきました。それ見てますとですね、やはりここの新聞にも書いているようですけども、総理がですね、この
意向だということだとか、あの官邸最高レベルが言ってることと書かれているということだとか、党内あの自民党内における総務会のありようだとか、それに関わる部会の議論と、そういうものは内閣の意向でやってるときにいろんな議論するのやめろとか、まあ、極めて信憑性の高いいろんな発言や内容が明らかにされていると私は考えます。したがって、一貫して関与を総理大臣は否定してきたわけですから、まずは資料が事実かどうか、こういう問題について、文科省自身がですね提出すべきだということと、この問題についての関与を否定してきたわけですから、真実を明らかにするという意味で総理出席の下での集中的な審議が必要だと思います。まだまたあえて言わせていただければ、今治におけるこの問題についてですね、市議会でも私たちは問題だということで、反対してきた経過がありますので、一言付け加えておきたいと考えます。すみません、はい、それでですね、民進党は夜からの衆参合同で委員会を設置して、この資料、関係学会の資料について、追及するようなんですけど、共産党としたのが民進党と足並みを揃えたようなということですか。総理大臣の責任を追及するという点では、すでに足並み揃えているわけですから、で先ほどもお話ししましたように、民進党からも一部この資料についてはすでに提供いただいてますから、それは連携してやってるって言って差し支えないと思うんですね。ただ何度も言いますように、私たちとしても前からこの問題についての関心を持っていましたので、私たちとしても一定の調査を行いながら国会での追及をしていきたいというのが考えです。一緒にやろうよということでご提供いただいたんです。まあ、それはいちいちこのなんていうんですか、このすぐね、一緒にやろうよとか、やる前かとか、やる前かとか、どういうんや、いろいろ言う話ということがなければというわけじゃなくって、それはそれぞれの党として、それぞれの追及を、調査をしようということであってですね、まあ、必要な情報交換はお互いにしようねということを確認してますけどね。はい、関連で、そうしますと、共産党としても、文部科学省に対して資料が事実かどうかという確認をされていく考えではないでしょうか。すでに、今日文科委員会が開かれていまして、大平議員が、これが事実かどうかという質問をしていますし、いずれにしてもそういうことがメディアで報道され、さらに、民進党の議員の方がお二方、こういう資料があるということで、追及しているわけですから、その内容をですね、文科省として、提出しなさいということは、すでに今日の質疑の中で主張しています。はい、予算の集中審議ということだと思うんですけど、はい、それは会見でじゃなくて、会見でパッとこうメディアに開きなさいよと。今言われたから、我々としてはそういうことしたいと思っているということですから、それは関係の議員のところでそれは言いたいと思いますし、またいずれなんていうんですか、このいわゆる先ほど述べましたカナダ法務大臣の一連のこう不信任決議案だとかいうのはございますし、会合が野党としてもあるでしょうし、先ほど協力という話ありましたけれども、まあ、今、内々にそういう話はして、みんなで追及しようねと、でこれは集中審議を要求しようねと言ってるわけですから、それは野党、4野党としても、当然、自民党にも求めていくということになると思いますし、現場でも当然そういう話は要求するということになるのは当然かと考えます。じゃあ、この上で、どうも、お気に入り。